マヌエル・ラッツァリは、イタリア・バルダーニョ出身のサッカー選手。SS ・ラツィオ所属。イタリア代表。ポジションは F F、MFDF。性はラッツァリあるいはラッツァーリの表記が見られるが、イタリア語での発音に従うと前者が近いものとなる。2014年8月31日、レガプロに属していたスポールで、プロデビューを果たす。2015から16シーズンには、レガプロジローネ B。ビー 2016から17シーズンには、セリエ B で、それぞれ優勝及び昇格を経験。セリエ A 初挑戦となった2017から18シーズンは、リーグ戦36試合に出場し、右ウィングバックとして、クラブの一部残留に貢献。続く2018から19シーズンもリーグ戦33試合に出場し、主力として、クラブの2年連続残留に尽力した。 2019年7月12日、SS ラチオへの移籍が同クラブから発表された。2018年9月、同月に行われる UEFA ネーションズリーグの2試合のイタリア代表メンバーに選出され、代表初招集となった。7日のポーランド戦は、出場機会が訪れなかったが、10日のエスタデオダ・ルスでのポルトガル戦には、スターティングメンバーに名を連ね、 イタリア代表デビューを果たした。なお、自身はフル出場したものの、試合は0から1で敗れた。ありがとうございます。